東京秋葉原、かつて電気街として知られたこの街は大きく変わった。1980年代からゲームソフトを専門に扱う店が次々と開店した。マルチメディアの進化とともに若者の心を捉え、世界から注目される街だ。漫画やアニメから生まれたキャラクターはメディアを飛び出して新しい世界が広がっているんだ。ここはレンタルショーケース。誰でもお店を開くことができて、売ったり買ったりできるスペース。今や表現の受け手と送り手の差がなくなってきている。これは SF アニメ、アキラの登場人物。彼は未来都市を疾走する少年。SF の世界に生きるキャラクターたちがずらりと並んでいる。彼女は荒波で、無機質で透明感がある。私の一番好きな存在だ。エヴァンゲリオンのキャラクター、そしてゲーム。この作品はメディアを超えて世界観を楽しむことができる。SF の因子があふれる街、秋葉原。ガチャポン。次々と出るカプセルは、まるで卵みたいに何かが生まれそう。この中にウルトラマンや怪獣、アニメキャラクターたちが入っている。本屋さんに行った。今若い人に人気があるライトノベル。この鈴宮春日シリーズは小説も漫画もベストセラーだ。主役の女子高生は宇宙人や未来人と一緒に過ごしながら不思議な出来事に遭遇する。 SF 的な存在。SF は進化しているのだろう。今最前線で活躍しているクリエイターに聞いてみたい。